ムです。いつもご視聴ありがとうございます。はーいはい、ということで今回はですね、久しぶりの GU です。はい、GU。 はい、今日は白っぽい格好してるんですけど、今日はヘアカラーの仕事がなかったので、入らないかなって思って、入ったら入ったでっていう感じで、はい、禁断のホワイト系のファッションです。はい、寂しい。はい、ということで、最近ですね、黒の服ないって思ってたんですけど、ネットで黒の服をポチッとしてしまいました。それは GU で、はい、ということで3点なんですけど、どんな黒を買ったんでしょうかねっていうことでご紹介したいと思います。それじゃあ始めます。スタート。はい、ということで、はい、ということで、じゃーん、これはまだ半袖なんですね。はい、商品名はウォッシュドティー5分袖ダークグレイです。じゃん、値段が1290円ですね。で、もちろん L サイズで、届いた時にあれ短いじゃんって思ったんだけど、これ短いじゃんなんですよね。思ったんだけど、そうだな、夏ならこのまま1枚、ギリいいかなと思うけど、今はまだまだ寒いので、この中に定番の、ボーダーのロンティーを着ようと思います。はい、ポケットがついていて、はい、後ろはこんな感じ。はい、くすんだような、グレーですね。真っ黒じゃありません。はい、ダークグレーということで。はい、着心地は良さそうですね。身幅もあります。はい、ただ短い。それはデザインだと思うから、それはそれでいいです。はい。はい、ということで、着こなしていこうと思います。はい、中にね、黒のロンティーでもいいし、何でもいいかなって思います。T シャツだったら、ロング T シャツ。はい、夏なら半袖のまま。はい、ということです。はい、じゃあ次、これはボトムスですね。じゃーん。はい、パラシュートカーゴパンツ L2990円です。はい、これはもうド定番ですね。最近ね、出すね。最近ね、ウエストゴムじゃない、ゴムで、縛るタイプです。そしてもちろん下のですぼめて履くタイプですね。はい、これだとこうちょっともうカサカサしてる感じだし、少しね、あとそのもう汚れ気にせず、はい、何がついても大丈夫みたいな、ブリーチ、いやパーマ剤、いや大丈夫かな、パーマ剤ついたらどうなるか分かんないけど、はい、なるべく汚したくはないですね。いや一応やっぱ服は好きなんでね、はい、汚さない手で、でも黒、汚さない手の黒。パラシュートカーゴパンツということで、なんかゆったりしてるかなと思うんで、私が好きなタイプかもしれないです。はい、これでね、本当は白とかもあったような気がするし、はい、あるんですけど、それはさすがに、はい、普段使えないかなと思ったんで、様子見でこれ黒一着、はい、一足買いました。はい、早速もう着ていこうと思います。はい、ラスト短い。今回短いぞ。じゃーん、黒のこれが何だろう、ライトスウェットオーバーサイズ T 長袖ブラック L1990円です。はい、ということですね。これはもう1枚薄いんで、割と薄めにできてます。で、そうですね、はい、で裾はこういう風に割れてますね。こういうゆったりしてるので、はい、いつもの、DGY の、デニムパンツとかにラフに着るのもよし。さっきのカーゴパンツ、ちょっと黒だから黒黒になってちょっとって思うけど、着方、アクセサリーとか、なんかこう、なんかね、キラキラするものとかつけたり、あと帽子なんかで、どうにかならんかのーって思います。はい、ということで、今回黒、グレー、ダークグレーみたいな、はい、そんな感じで購入してみました。なんかね、私的にはそんなに真っ黒コーデネートって好きじゃないんです。そこにそのボーダーとか合わせたり、帽子とかでこう、ちょっと明るい色とか、ピアスとかで明るい色とか、
ある色とかそういうのを、取り入れたいんですよね。あと足元もね、靴も全然もう最近はまだスニーカー的なものがなんか履きづらくて、まだ雪があるから、うん、でもだんだん道路は出てきたんでスニーカーもありなので、スニーカー履いちゃってもいいのかな。でもなんかこういうカーゴパンツで、ではバレーシューズなんか可愛いかなと思います。赤とか黒とか、なんか差し色に黒だったら赤使いたいなっていう気分になるんですけど、はい、はい、ということでコーディネートしていきたいと思います。また来たらショート動画とかで上げていきたいと思います。はい、ということで今回は GU の服探偵のご紹介でした。何かの参考になりましたらチャンネル登録、評価、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。